それではお時間になりましたので、パーコペディアの説明させていただきます。私、パーコペディアジャパンの石橋と申します。よろしくお願いいたします。まずパーコペディアのご紹介ですね。2007年に友人というものが起業しまして、15年ほど世界各国でですね、駐車場データを集めてカーナビで検索できるようにしている会社でございます。直近ではスマホのアプリで駐車場の決済や予約できるものがあると思うんですけど、そういったスマホアプリをカーナビに持ってくる、そういったお手伝いを OEM 様にもやっております。日本に関しましては2年ほど前に進出しまして、今駐車場とですね、車メーカーをつなぐ役割を果たしております。こちらも私の簡単な紹介なんですけれども、地図業界と自動車業界で多くのプロジェクトを経験しております。シリコンバレーに駐在した際に自動運転の可能性に魅せられまして、現在もコネクティッドか自動運転の分野で働かせていただいております。パーコペディアですね、駐車場データ、提供してるんですけど、駐車場の駐車作業自体というのは非常に苦痛なものだと思いますので、弊社が作っているですね、高品質な駐車場データでドライバーさんを助けたいというふうに思っています。それではまず一つ弊社の紹介としてビデオを流したいと思いますので、よろしくお願いします。Around the globe, every day, Parkopedia helps drivers and cars find, book, and pay for parking. All at the click of a button, on their computer, smartphone, and also through their in-car infotainment system. But what if we could make their journeys even more seamless? Single sign-on enables you to register your payment details once in a single account and pay for parking anywhere, seamlessly.
お客様向けにサンプル評価をしてもらうためのデモサイトとなっています。NDA 結んでいただく必要はございます。でこういった形でですね、横浜周辺でも、たくさん赤の点でパーキングが示されてまして、その一つ選択いただくと、フルデータの方を押していただくと、API のスクリプトになってますので、簡単に、API コールしていただいたり、車会社さん の SDK と弊社の API ですね、組んで、お試しで見ていただくことが可能となります。続いて日本の駐車場問題について解決したいというふうに思っています。こちら皆さんもよく経験されるかと思うんですけど、駐車場の精算機がですね、現金しか対応しておりませんでしたので、私もそうなんですけど、お昼のランチはクレジットカードで払ってもですね、駐車場はクレジットカード払えないみたいなところがあるので、その現金を取りにですね、車まで戻る必要があったと。弊社はこちらのようにですね、一つ一つのパーキングに対してデータ入力チームがおりまして、細かく駐車場の支払い情報も入力していますので、これがですねカーナビの画面で見れれば、ドライバーさんもあらかじめ現金がここ必要なんだなということが分かるかと思います。駐車場の問題もう一つですね、空いている駐車場を見つけるのは難しいというのが日本ではあります。特に慣れない新しい場所にですね、向かう際にどこと駐車場があるんだろうというところです。でこちら一般的な形ですけど、満車空車の満空情報もですね、表示できている地点も限られているかと思いますので、そもそも皆さんその駐車場検索機能をですね、使わずにもう目視で駐車場を探している方も多いと思います。こちらに対しての弊社のソリューションですね、こちら日本のメルセデスのカーナビでも提供しています。弊社が独自でですね、駐車場の混雑予測を3段階で表示しています。でこちらの画像の通りですね、駐車場の、混雑状況を3段階でこうゲージの形で色分けで見せますので、ドライバーさんにとってはここが空いてそうだなということで、これを選択して向かうということができるようになっています。続いて弊社のグローバルでの実績のご紹介となります。弊社の駐車場データというニッチな分野でありますが、多くの車の純正ナビに利用していただいています。左側のティア1さんを経由して開発いただいて納品いただくケースもございます。あと右側にアップルありますが、こちらも弊社グローバルで直接取引しておりますので、 iPhone のマップスと iPhone の地図のところで駐車場と検索いただきますと、弊社のデータ、日本のコインパーキングも入っておりますので、ぜひご覧いただけたらと思います。で、弊社の駐車場データですね、もちろんアメリカですとか中国でも活躍しております。続いて弊社ですね、 EV で充電のデータについても取り組んでまいります。日本もこれから EV 充電スポット増えてくるかと思うんですけど、すでに欧米の方では EV カーも増えてますし、 EV 充電器もインフラとして多くなってきております。そんな中ですね、EV ドライバーさんはどこに充電スポットがあるんだろうとか、プラグは合うのかとか、
どれぐらい充電時間かかるか、今空いているか、故障していないか、どういうふうに支払うんでしょうかと、あといくらになるかと、こういったまあ懸念を抱えながらですね、EV 充電をスポット探されております。こちら今年ネットの記事になったものなんですけど、イギリスのマクドナルドでですね、EV 充電を100分間行った人がいます。ただしこちらの駐車場は90分までしか滞在できませんでしたので、罰金を課されてしまったというのが話題となりました。このようにですね、まだ駐車場のルールと EV のルールが定まっていないところも多々あります。弊社としてはですね、こちらのパーク&チャージ API をこれから作ってまいります。今までですね、15年にわたって駐車場データを細かく整備してきたこのノウハウを使って、EVPOI のデータも自社で作ってまいります。こちらを組み合わせて車のナビで、まあ、情報ですとか制限の、まあ、ポイントですね、あとまた料金の情報空いているかどうかといったところの情報も提供してまいります。パーク&チャージについては動画がございますのでご覧ください。Parkopedia, we believe the future is truly connected. We're always looking for new ways to make journeys easier for the millions of drivers around the world. Working with and trusted by the automotive industry for over a decade, we continually redefine the driving experience with a range of convenient vehicle services which can be personalized to their needs.When it comes to choosing an electric vehicle, drivers want to know they can stay on the move wherever they're going. But right now, charging their vehicle is not always as straightforward as it should be. From finding the accurate location of an available and functional charger, to inconsistencies between payment methods and maximum stay times, it can be frustrating to do something which should be so simple. At Parkopedia,We want to transform the combined parking and charging experience for electric vehicle owners. As the largest and most accurate parking services provider on the planet, we're leveraging our expertise, technologies, and data management skills to do just that by delivering the most comprehensive and accurate electric vehicle charging service available. So no more checking different apps to find an available charger.Having to set up and manage multiple accounts from different providers. Worries about fines from confusing or conflicting parking and charging times. Or trying to keep track of various bills and session information across different channels. By aggregating data from charging providers around the world into one easy-to-use interface, Parkopedia's combined parking and charging solution means owners can find, authorize, pay, and manage charging sessions all in one place, giving them total peace of mind, knowing they can complete their electric journey wherever the road takes them. For more information, please visit business.parkopedia.com. パーク&チャージのビデオをご覧いただいてありがとうございます。
パーク&チャージ API でできることを2つほどご紹介したいと思います。1つ目はすでに現在の駐車場データでもご覧いただくこと可能なんですけれども、駐車場のデータのですね、備考欄に EV 充電器が駐車場の何階にあるかですとか、料金どれぐらいかということも記載しています。でこちらによって、2つ EV 充電、駐車場の候補があった際に、ドライバーがどちらの方がいいか、どちらの方が安く済むかというのを比較できるようにもなっています。もう一つですね、こちらもパーク&チャージ API でできることなんですけど、こちらは OEM 様の方で組み込んでいただく必要はあるんですが、弊社の API の属性を使ってですね、パーキングロットタイプ、駐車場のタイプを立体駐車場もしくは地下駐車場を選んでいただいて、さらに EV 充電があるところ、こちら両方選択していただいて条件検索いただくと、駐車場ガレージでかつ EV 充電があるスポット表示できますので、右側のような場所だけをマップ上に表示することができます。で、これによって EV 充電する際にですね、濡れずに落ち着いて作業することができると思います。と最後に弊社の社債決済 API についてご紹介いたします。弊社はですね、駐車場のまず、社債決済を2014年以降ですね、車の量産している車に対してご提供してまして、でこのノウハウを使ってですね、一つの API で EV 充電の支払い、給油の支払い、有料ドローンの支払いも一つの API でできるようにしてまいります。こちらの海外のアプリパートナー会社さんなんですけれども、すでに多くの会社と連携をさせていただいています。ヨーロッパとアメリカありますので、特にパーキングに関してはアプリたくさんありますので、一つ一つと弊社API 連携をしています。あとはフューエリング、EV チャージング、トーリングのアプリ会社とも連携ができております。こちらはですね、弊社、ドライバーさんが、今お見せした通りアプリがたくさんあると思うんですけど、一つ一つ会員登録するのは大変だと思いますので、シングルサインオンの機能を使ってですね、弊社が裏側で先ほどのパートナーさんとつながってますので、ドライバーさんは一度クレジットカードを登録するだけで各アプリのサービスをカーナビ上で使えるようになります。こちら決済のオーケストレーションですね、車メーカー様からご要望いただければ、決済フローを弊社の方で肩代わりすることも可能になっています。こちらオンデマンド決済、どういうものか、ちょっと YouTube でご覧したいと思います。
すみません、ちょっと接続悪くなってしまったんですけれども、もしよろしければ後で名刺交換させていただいて資料とお送りしたいと思いますので、いただけたらと思います。ちょっと接続が悪くて申し訳ございません。資料の方はサイトにアップさせていただきます。で、まあ、お見せしたかった動画はですね、メルセデス・ベンツのと弊社の事例なんですけれども、3年ほどかけてそのカーナビで、上でオンストリートパーキング路肩に車が止まって、でそこでこうカーナビの画面にですね、1時間いくらですけど利用開始しますかと、ドライバーさんは利用開始しますと押して、でその後また再度エンジン入れるとまたポップアップが出てきてですね、駐車場利用終了しますかと出てきますので、まあ、終了しますと、でクレジットカードの下4桁を押してくださいと入力し、出てきますので、その4桁を押して駐車場の支払いができるということがすでにメルセデスが、まあ、ヨーロッパで提供開始していまして、まあ、今後日本でもやっていきたいということでパーコペディアと今一緒に準備をしているというところです。でこの車載決済ですね、まあ、ドライバーさんが運転中になるべくシンプルにですね、考えずにそういったこうカーナビで決済ができるようにこれからなってまいりますので、まあ、ぜひ注目していただきたいというふうに思います。はい、ではちょっと早いんですが一旦私のプレゼンは以上となります。皆さんご質問ありましたらぜひお願いいたします。あとちょっとだけ最後すみません、ま、個人的に知りたいんですけど、今年EV 充電作業された人方手を挙げていただけますか。 Please raise your hand if you have done EV charging plug-in in this year。 前の方ありがとうございます。やはりもう私こういったイベントでお話しする機会あるんですけど、やっぱりまだ日本ではですね、本当に EV 充電やってる人、まあ、本当にまだ少ないですが、欧米の方ではもう 新車の3分の1は EV 車だったりして、まあ、皆さんも日々ですね、EV 充電利用している方まあ、増えてきますので、まあ、このトレンドは日本にも来るとは思います。あと弊社はですね、まあ、私もそうなんですけど、来年の1月に CES ラスベガスに行って、CES で、まあ、朝食勉強会やったり、先ほどの AGL さんのブース行ったりしたいと思いますので、また皆さんとつながることができればと思います。で本日はご清聴誠にありがとうございました。